デイライトやっていきましょう。どうも、エルザです。それでは、そうだね。お米が2つ欲しい。2粒ください、2粒。そしたら、紫帯に上がれるんで、2つだね。とりあえず、利他的に動いてやっていこうかな。あとは、キラがデスリンガーじゃないことを祈りながら。なんか不吉な音がするね。チェーンソー、ビリーかエプロンか。 いやー、マジかー。あまり得意ではない相手なんだよね。うまいんだよね、一桁になるとキラーが。まあ特にランクとかも見てると、たまにランク1のキラーと当たったりもするんで、あ、うまいからめちゃくちゃ楽しいんだけどね。さあ、パークについては、ボロ隊ずっと一緒。いや、違うか。セルフケア、決死にしてます。正直、決死はちょっと変えてもいいかなと思ってるんだけど、まだね、ちょっと解放が手に入ってないんで、保険ですね。クローゼットさんと合流。1個直ったね。あっち側に行くかな、キラーは。いずれにしてもちょっと怖いね。さあ、とりあえず直す。で、クローゼットさんと同じ方向ちょっと動いていこうか。さあ、内側から攻めていくと。こっちはどうしよっかな。開けよっかな。開けちゃい 開けちゃい。さあ、ただ味方はまだ。お、釣られたね。さあ、なんか3人とも助けに行く感じになってしまうか。2人でいいよね。3人で行ってもいいかなと思うけど、どうかな。合わせるか。さあ、見られた気はするが、あっち行ったね。よし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 。さあ、おー、ナイス。助けたね。じゃあ、回復かな。いやいや、先に回復でしょ。いやー、まあ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 、一人ね、チェイスしてくれたんでね。あれは任せようかな。ちょっとチェイスするパークではないんで、正直なところ。さあ、ついでに直す。3人いるからね。気づいてくれるかな？さあ、チェイス。いやー、粘ってくれたねー。もうちょっと長いといいんだけどね。もうちょっとねー。さあ、でもこれは直しておきたい。さあ、一人は助けに行った。まあ、状況としては、まあ確かに助けに行った方がね。さあ、どうしよっかな。どこを直そうかな。ここはちょっと直せた方が後々楽っちゃ楽な気はする騎士。切ったね。さあ、エプロンさんやったね。さあ、エプロンさんがどっちかな？俺かな？あー、来てますね。来てますね。もう倒す先に。いやー。
なるべくね、ちょっと板スタンさせようって狙うときついんで、さあ後ろにいるが、ちょい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 さあさあ、お怒りですね。そしたらちょっと待った、時間稼ぎするか、回してくれるかな、このスキン。あ、標的が変わりました。さあ脱出して、まさかねあっちに行くとは思わなかったけど、まあこのうちに回せるのは回そっかね。さあどこにあるかな、ないか、あと2つなんだけどね。真ん中奥だね。さっきキラーが行った方向か。でも逃げてる時になんかある程度治りそうなやつがあった気がするんだけど、さあ音楽はするが中で待ってる感じかな。あ、いたね。さあにしてるかな。まあ確かにここかそこなのよね。いったね。直しますか。多分板が反対側あるからちょっと時間稼ぎはできるとして。どうだ、どっち、あ、味方か。さあ、アイテム使っていくよ。さあ、これでアクチキ邪魔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 。一応これだったらボロ体が発動するから、当たったとしてもね。さあボロ体発動して、無事救出か。やっぱこれ強えなあボロ体。見えたね。さあ回復、近くに来るかな、どうかな。あ、動いたね。さあとりあえず回復させて回そう。次だね、次。そうでアップデートしてからか、アイテムがゼロになっても持って帰ればいいだけなんで、できるだけね持っておきたけど、一応置くこともできるね。あら、回すか。この状況はなんかどんどん良くない方向に行ってる気がする。回してないもんねさっきからね。さあ回せ回せ。さあ2階に、これは多分キャンプしてるかな、そんな気がする。でエプロンさんでしょ。エプロンさんだとさ、なんかノーワン持ってそうな気がするんだよね。
ますよね。あ、やっぱなんかあるね。さあ、気づいてはないかな。そう、やべ、来た、どうするか。いやー、とりあえずノーワンかもしれないが、これだけは。いやー、危なかった。マジで持っててよかった。あ、板壊してくれたね。よし、逃げよう逃げよう。うん、一発いただきました。さあ、問題はリザルトだね。さあ、どうなる。お、右上が立ちになったね。ってことはお米が2つかな。お、3万ぐらいか。うまいね。お、来たね、ランク8。来た来た来た。これで紫の仲間入りと、レベルもちょうど上がるかな。上がったね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それじゃあ、またね。